先ほどはご回答いただきありがとうございました。単発を担っておりますね。タイトル回収を楽しみにしております。タイトル回収したよ。高杉晋作のパクリです、これ。タイムマシンできるようになるだろうな。僕できると思ってるんだよね、タイムマシンって。あのね、タイムマシンって何なのかっていうと、時間を戻ることなんですけど、タイムマシンの一部は多分実現可能だと思ってて、要はその過去を見るっていうこと自体は、あの要は光って、事実が起きました。その光っていうのは時間をかけてどんどん遠くなります。で、遠くなった結果っていうのを見ると過去のものが見れるんですよ。例えば10光年先の、あの星の光って今見てるんですけど、それって実は10年前の光なんですよ。要は10年かけて届いた光を見てるんですよ。なので、あの地球で見てる10光年前の光っていうのは実は10年前の光なんですよ。ということは、めちゃめちゃ移動したら10年後にこうなる、で10年前のものを見てるっていうので、その移動をすることによって過去のものを見るっていうのは可能であるっていうのは理論上成立するんですよ。で、ただ光の速度を超えることはできないよねっていうので、じゃあその、要は光が10年間進む先にあるのが10光年先の星なんだけど、でそれが今見れてます。でもその光の速度で移動したら10年かかるから、結局そこって見れないよねって話があるんですけど、あの量子力学の世界の中で、あの、双子の分、その分子的なものがあって、こちらの情報が変化した場合に、なんだか分かんないけどこっち側も変化するよねっていう、よく分からないものっていうのが成立してるんですよ。要はあの、こちら側が例えばじゃあ1か0かっていうので、こっちが0になりましたってなると、どれだけ離れてもこっちも0っていうのに変化するっていうものが存在するっていう、すげえ今ねよくわかんない話してると思うのよ、一般の人には。あの、なんだろうな、直感的にはそれってありえない一緒っていうのがあるんだけど、そう、量子テレポーテーションって言われてる、そのこっち側が0か1かで0って決まった瞬間にこっちも0って決まるよねっていう謎な現象っていうのだけ観測されてるんだよ。で、これ観測されていて、これ事実なのよ。で、これが何で起こるかとか、じゃこの間誰が伝えてんのとか、神なのとか天使なのとか置いといて、あの情報が伝わるという事実だけは成立、あのみんな観測できてるのね、量子もつれってやつね。なので、これをうまく利用したら10光年先のところにボーンって情報を送って、こうだったら0にするよねとか、こうだったら1にするよねっていう形で、距離というものを無視した状態で情報を伝えることっていうのは論理的には可能だよねっていうのが、今の科学です。なので10光年先の情報っていうのを得た上で10光年先に行くって言ってその情報を伝えるというのは論理的には可能です。何言ってるか分かんないと思うよね。はい、ごめんなさい、そんなもんです、あの今の科学って。電話のこと、電話ってさ、あの電話線っていうのがつながっていて、電話線で伝わる速度って電気の速度なんだよ。こっちで話したものの音声を電気信号に変えて、電気信号が伝わってこっちに行くので、実はめちゃめちゃ距離が離れると、ここのラグっていうのが、要はあの会話の遅れっていうのが成立、あの発生して、その会話の遅れは電気の伝わる速度の遅れなのよ。あのなんか衛星通信経由の会話みたいなのをテレビで見たと思うんだけど、こんにちは、こんにちは、あの今聞こえてますかみたいな、ちょっとラグがあるじゃないですか。あの 今そうなんだけど、あの僕フランスで喋っていて、あの大体の多くの人って今日本で見てると思うんですけど、あのリアルタイムの量に見せかけてズレがあるんですよ。そう、糸電話と本質的に一緒なの。糸電話とかあの電話も糸の代わりにあの電話線っていう線があって、電気でその音声を変換してつないでるんだけど、
なので通話をする場合って必ず電気だったり音声だったり光だったりっていうので情報を伝えるのにその距離によって時間が伸びるよねっていうのが常識だったのよ、過去の常識ね。要は距離に比例して情報を伝えるのって時間がかかるよねって思ってたのよ。でもその量子物理的な何かしらっていうのが観測されていて、要はじゃあ双子の量子ができました、ボーンで、こっちがゼロにしました、そしたらこっちもゼロになってんだよ。でここってこっちがゼロになった瞬間にこっちゼロになってんだよ。いやおかしくね、これ誰が伝えたのって分かんないの。誰かが伝えたか分かんないし、ここ繋がってるわけでもないのよ。でも結果として繋がってるという事実だけ分かりましたっていう状態が今の量子もつれなで、これは観測されてるのよ。なのでね、何言ってるか分かんないっていう人多いと思ったけど、楽しそう、はい、ありがとうございます。なので直感的には理解できないと思ったけど、どれだけ距離が離れたとしても情報って伝えられるんじゃねえのっていうのが量子もつれを利用した情報の伝達っていうのがあって、それを利用すると要は実行年先の情報っていうのを今得てるのね。要は10年光が行った先の情報っていうのを、だ今のじゃあ地球で見てる星の光っていうのって10光年先の星の光って10年前の光なんだけど、量子もつれ使ったらその瞬間に情報が送れるんだから過去の映像も見れるし、過去に対して のインタラクションもできるんじゃないのっていう、すげく ややこしい話を今しました。はい、すいません。空気鉄砲みたいな感じかな。空気鉄砲はちょっと違うかな。そこにね、空気っていう題材を使うので、要はその空気みたいな、空気とか電線とか光とかっていう媒体を利用しないで瞬間的に情報を伝えるということが理論的には可能なんじゃないかって言われてるっていう話です。さっき話さなかった、この話ね何回かしてる。はい、どうでもいいけど量子コンピューターの解説でキスナイが危険なことについて Twitter ので終わりかよ。レペゼン地球ってうまくネット民に利用できてるし、バカにもしてるし、相当強いと俺はもう広く勝てそう。まず僕が勝てるかどうかっていうか、レペゼン地球さんと戦うつもりは全くないんですけど、ただ炎上はなんかマイナスの方向にいっちゃったよね。二重スリット実験とかものすごい不思議ですよね。光が波なのか粒なのかって話で、この話を何だろうな、分かりやすく伝えて何人か伝わるのか分かんないんですけど、スリットって穴がいっぱいある状態のところにこうわーっ、穴咲くじゃあ牢屋を思い浮かべてください。牢屋です。でここから光をわーって当てます。で牢屋に光をわーって当てると、でも牢屋だから鉄の棒がいっぱいあって、鉄の棒の影ができるよねっていうので、鉄の棒の影ができるんだけど、スリットを二重にして、あ、これ無理だわ二重スリットを口頭で説明するのは無理だよ多分ね、図を見せればすごいわかるんだけど、そう、言葉だと説明しづらいんだよね。光ってみんなね粒だと思ってんだよ。だからさ、例えばさ、今カメラから皆さん見てますよね。でこうやってさ、カメラから見てるっていうことは、カメラがなぜ見えてるかっていうと、カメラが光の粒子を抑えてるんだけど、ここってさ、光の粒子がここで遮られるわけじゃん。で粒子だと思ってるから遮られると思ってるんだけど、実は光って波の性質を持っていて、波の場合ってぶつかった瞬間にぶつかったものに対してもよ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 って波が出るので、要は反対側にも影響を与えるのよ。あ、これ伝わんねこれ絶対伝わんない、かけてもいいよ、これ伝わんねえよもう誰か連れてこいよ、口頭だけで光と波の現象を伝えられるやつ。最近いいことあったのかな。そうかな、はい
レペゼン地球の行動が炎上する方向に行くのは予想外だったってことは、多分あのレペゼンの人的には予想外だったと思うんですよ。で、あのね、レペゼンの人が失敗した理由を言うと、レペゼン地球、僕そんなに詳しくないです実はレペゼンの曲を聞いたこと一度もなくて、今回初めて動画を見ましたで、レペゼン地球と呼ばれる人がいて、で YouTube で何かやらかしてチャンネルバンされて、で再開して、で再開したけど再開の動画を自分で削除したんですよ。で僕の解釈でいくと、レペゼン地球の人ってその炎上事件を起こしたんだけど、その炎上事件自体は自分たちが仕組んだんだよねっていうところで笑いにするっていうところは正解で、その笑いにする中でマキシマムザホルモンっていうまともな人たちをその自分たちのブランドとしてまともな人が絡んでるよねっていう方向で使っちゃったのよ。でその結果、その炎上したのはネタですよっていうのをやったので、マキシマムザホルモンの人たちがバッシング受けちゃったのよ。要はこういう人、その狂った人たちに関わるマキシマムザホルモンが良くないっていう。で結局そのマキシマムザホルモンの人たちがバッシングされるの良くないよねっていうので、レペゼン地球の人たちって動画を削除したのね、公式の説明だと。なのでその自分たちで自分の価値を追求するんだったら他人のブランドなんか使うべきじゃないのよ。いや、そのマキシマムザホルモンっていうブランドを使って俺たちってそれなりに社会に影響を受けてるよねっていう構造にしようとしたんだと思うんだけど、その結果マキシマムザホルモンが迷惑を受けるんだったらこの動画を削除せればならないっていう縛りを自分たちで作っちゃったのよ。なのでその要は社会の常識とかその礼儀作法とかっていうのを俺たちは無視するぜっていうキャラで突き詰めるんだったら他人のブランドとか頼んなよって話なのよ。でもなんかその復活するしイベントだし、なんかそのそれなりになんか有名人使った方がウケるんじゃねみたいな社会に対してのそのなんかね順応、それをね狙っちゃったのが結果として自分たちの枠を狭めてしまって、じゃあそのせっかく面白い話で、要はさ炎上ネタ自体が仕組んだ俺たちのネタで社会が動かされたんだから、ほら面白いでしょって超面白い話だけど、でもそれをマキシマムザホルモンを絡めた結果社会を騒がしたっていう笑いが迷惑を知り合いにかけてしまったっていうマイナスになっちゃったのよ。 だからそこをね、なんかね、まあ、マキシマムザホルモンなんか知ったこっちゃねえやって、お前らざまあみたいな俺たちに関わる時点でこういう怪我するんだよボケって言って開き直れるくらい面白ければいいんだけど、多分ね DJ 社長っていう人って思った以上に真っ当っていうか普通なんだよね。僕だったら突き進むよねだってほら迷惑かけたとしてもさ、だってそれはしょうがないよ、お前俺に関わるって決めたんだから迷惑かかるっしょみたいな話ですよ。ほら僕結婚してるんですけど、まあ多分ねうちの奥さんいろんな迷惑かかってると思うんですけど、知ったこっちゃないですよ。だってほら僕と結婚するって決めた以上はさ、それはしょうがないよね、ごめんねと思うけど、でもしょうがないよね、だってそんな人だもん僕っていう、その切り分けを多分できないぐらい真っ当だったんだと思うんだよね DJ 社長は。だからそういう意味でいくとね、 DJ 社長は結構普通僕だったらマキシマムザホルモンとか知ったこっちゃないよねその迷惑かけた本当にごめんなさい、でもねそんなもんなんですよ社会ってみたいな俺に絡むとこんなもんっすよみたいなっていうね、開き直りができないぐらいね、割とね、あ DJ 社長まともなんだっていうのが僕のリアクションです。はい。